ガンダム大好き学校準備ゼータガンダム10話やっていきましょう。ぜひ皆さんグッドボタン、チャンネル登録ボタンよろしくお願いいたします。そして前回とかでお話ししておりましたけども、サイド2問題、あれ落ちたんじゃないのっていうところ、ツイッターでいろいろとね質問しまして、おかげさまで理解しました。サイドっていうのはまあ中域ですね、宇宙域っていうことで、その中にそのコロニー軍がありの何番地みたいな感じで、その一つの番地が落ちたっていう感覚ですよね。多分そういう認識で合ってますよね。教えてもらって、ちょっとまた違ったらだいぶ恐縮なところでございますんでね、近々配信をしてちょっといろいろと鍛えていただければ幸いでございます。とりあえずね、楽しく見れてるのは本当に皆様のおかげなんで、ガンダムって難しいですよ本当に。だけどもね、ここまでちょっとずつね、だいぶ事故りながら見れてるのは本当に皆さんに教えていただきながらなんでね、もう感謝しないです。本当にありがとうございます。教えてもらうのが当たり前だとは思ってないんで、モンブランとか俺ようわからなくて、モンブラン自分で検索しましたんで、モンブランあれみたいな感じで自分で検索したりとかね、要はネタバレを踏むと怖いんで、ネタバレ大丈夫だなっていうところはちょっと自分で検索してみたいな、でネタバレくらいそうだなと思ったら、ちょっと恐縮ながら皆さんに質問をしてみたいなやり方でやっておりますんでね、教えてもらうのが当たり前じゃない、当たり前だと思ったらもうダメですね、もうウォンさんにしばかれた方がいいんでということで、それではやっていきましょう。レッツゴー。おい、またこれ3連チャン、これからずっとこれが続く前回は分かったけど、これ3連チャンで続きそうやな。で誰か飛んでくるんやろこれ、うん、多分神優の父ちゃんやで。そろそろ色が変わったと思うんでね。この中にあった魂が神の国にたどり着くことはもはやないだろう。若干省略されてるな、遠く。その向こうには人と名乗る知的生命体が住む惑星があった。若干人々はここで子を産み育てることを当たり前のこととしすぎていた。おう、あ、惑星はもう地球としてんのか。ああそうか、ああ勘違いしたわ。惑星は地球として考えたらいいのか。俺コロニーの話とか思ったら、再会誰と誰が、ヒロインの子かな。いやまだ早いか、ヒロインのこと全く合わねえもんな。ヒロイン変わっちゃってるもんな、エマさんに。国の敵がいつ来るかわからん、そげエマさんイケてんだよな。国の親衛官が使えないなんてアホなことはするな。あんま俺好きって言っちゃあかんな。好きって言うと大体死ぬからな。ふざけてるよ、バニングさん好きって言ったら死んだからな、スターダスト。ふざけんなよな、マジで。おロボットだって昔のことを知ってるっていうのに、あの元気か、ちょっと前のことも忘れる。うわあ、ヒロインだ。でも殴られてもあれは何も思わんかったやん。ガンダムマーク2のフライングアーマーの組み立てが始まるわ。分かってます。フライングアーマー、いい加減に軍になれたら、これじゃいつまでもウォンさんの修正を受けるわ。修正、殴って気合を入れることよ。アガマは正規軍でないから甘いけどね。気をつけます。よ、ご苦労。遅れました、物資搬入するぞ。ピンクバーみたいだな。ああ、カミューが言ってたろ、ゼータガンダムとかって。出た、大気圏突入用のその試作品ができてな。変形部分を使ってマーク2を大気圏突入させる。大気圏突入っていつやるんですか。今日ここを出たらその足でさ。どこ。早っ。ジャブロに決まってんだろ。おお、地球連邦。じゃあカイさんと今はティターンズの後方基地になってるよ。へえ。これウェーブライダー以外の機能もついてますね。ああ、地球戦闘用のホバー機能だよ、うん、そのためにグラナダのティターンズの戦艦を奪った。グラナダからも艦隊が。ああ、グラナダからは6隻出る。ここからはアーガマと他に2隻。そんなに。モビルスーツ隊は80機になるな。本当にね、一瞬で話が入ってこんくなったわ。てかシャアが何しても俺驚いちゃうんすよ。やべえ、シャアが自販機でジュース買ってるとか思っちゃったんだよね。わかるわかる、この感じ。いやー、シャアが好きなのもあるんだけど、本当になんかあまりにも芸能人すぎて、あ、なんかそういうの飲むんだみたいな感じなんだよね。そのためにグラナダのティターンズの戦艦を奪った。グラナダからも艦隊が、うん、ああ、グラナダからは6隻出る。こっからはアーガマと他に2隻。そんなに、うん、モビルスーツ隊は80機になるな。相当いらん。でも地球に攻撃をかけるということは地球を汚染することになりません。我々は核もガスも使わない、うん、ティターンズの拠点を叩けば条約通りは終結をする。そうでしょうか。バスクのグリプスを叩く方が。違うな、クワトロ隊は本当はお嫌なのでしょ、この作戦。しかしジオン共和国がティターンズと手を結ぶ心配もある。ことを叩かねばならんのさ。やばいね、さすがはお隣さんみたいな感覚がね、似てるような奴らなんで、さあそういう風になってくるわ。やな、残党的な意味で。パラサイは英語用のモビルスーツのテストに使っていたものかもしれない。なんつった今。パラサイは英語用のモビルスーツのテストに使っていたものかもしれない。その上でアナハイムは英語にもっと高性能のモビルスーツを提供するので、そうすればどっちが勝っても戦後の口実が立つ、うん、軍人は大きな声が出せればそれでいいからな。ほう。有効完了か。意味としてはどういうこと。いただきます。アナハイムはやっぱ中立やの。中立っつうか武器商人なんでね。ジャマイカンはマラサイのテストを兼ねた出撃なら許してくれると言っている。
パラサイじゃなくてマラサイかよ。だから俺の作戦に乗らないか。2機で1機だと思わせる攻撃、時間差攻撃だ。ティターンズを外されちゃライラに対して申し訳が立たないもんな。はい、サチワヌはグリプスとかの匿名で目的地も申告せずに出航したのです。月報に記載する都合もあります。どちらに向かわれたのか教え願いたい。軍の機密だ。我々も正規軍の一員と考えますもん。部隊機密というものもある。帰れ。おお、ひどいね。そうだ、立ち割るですね。色は塗り直してますが、さすがのひどさ。船乗りには船のちょっとした違いでわかります。そうか、直ちにここを発進しよう。隔離軍の申告してきた作戦はどうしますか。隙を出る時の手土産にちょうどいい。出航よーい。慌ただしいな。おーおーおー、なんか見慣れない機体がおるな。こちら帽子屋です。アリスは帽子を捨てたがっています。帽子屋キャッチ、アーガマが発進します。帽子屋、よし、パラ領場やるぞ。先に行けるチームか。いいな、時間差攻撃曲がっている。動いたな。いい加速だ。相当な加速だな。早っ。もらい物といってもバカにはできんか。これはイケてるスーツやな。スーツ略しすぎやな。イケてるスーツやな。モビルスーツおお、かっこいいね。絶対にガンダムマーク2を沈めてみせる。やっぱクールやな。デフォルメ感があるよね、全部ゼータの機体は。新しくなりましたみたいな。おーおーおーおお、ミサイル祭り出航する。ミサイルらしき飛行物体接近。何？大量にな。おーおー、ガッツリ。おー、出てきた中から。敵襲どこからだ。いや、早えな、立ち直り。すげえな、ノーダメやん。やるな、アーガマが出られなくなった。彼が一番やるな。では聞こえるか。角度修正、左コンマ01度。モビルスーツ隊を出してください。お前に命令される筋合いはない。やってる。くさ、パニクリモードやね。まあパニクリつか緊張状態。戦闘の警戒を忘れるな。うわ、出た、100式。かっこよすぎる。遅いぞマーク2。こいつの寸法合わせがあったんだよ。フライングアーマーのか。おお、神優マーク2出ます。頼む。マーク2、もうちょいだな、これを見れるの。今ネモか。メモネモメモネモメモ。戻したいけど、戻したらちょっとみんなにストレスかかっちゃうんで、なるべく戻す頻度は少なめにします。はい、ネモメモ。これなら後で自分で検索しますわ。ネモメモ、サジェストは見ないよ。見ちゃうとなんか出ちゃうからさ、ネモメモからの。おお、やっぱいいな、絵のタッチが本当になんかいい感じやな。神優か。おお、あそこに敵。いいっすね。シャーが味方であるっていうその目線がいいよな。うおー、すげえかっこよ。そっち目線でのものを見たいなと思ってたもん。対空砲火を使い、超豪華。また取り付けられるのか。指導回路をつなぐだけです。急げ、対空砲火は。隔離軍ガンダムマーク2が見えた。おお、エースは気にするな、あいつだけを引き離す。ゼリドの手は煩わさんで済むか。こっちのバトルもどうなる。新型か。性能は上がってるからね、前までの状況ではないよ。行ったぞジェリド、キャッチした。プラス経験がある。ニュータイプっていうところが一つ強いけど、彼はデータバンクに入っている機種か。あとは経験、これが足りない。どう補う。背中を見せる。おお、背中を見せたと思ったらもう一体。ターンが早い。早いね。おお、トゲトゲの肩パッド。うおお、やはり新型か。ミキゲルググとなんかグフを足した感じを思う。思うつぼだ。ゲルグフ、ゲフ略して、そんな感じしない？原始的な目くらましを。そこか。おーおー、弾幕。おっと、終わった。普通の人間これで終わりやからな。これも神優ってやつなのか。カメラやられたら終わりやで、これは。神優、バカにしたやつが。チビモビルめ。おー、うわ、チビだな、本当に。やれたな、チモビルは。すごいね、本当にチビだね。びっくりしたわ。おっと、百式。では、艦隊を守れ。私は神優機を呼び戻す。了解。面白いね、ちょっとちっちゃいな。作業用って感じですか。敵のモビルスーツが入っているおかげで、敵艦のミサイル攻撃はない。ビビるなよ。ミノフスキー粒子厚く、神優機出ません。何かの都合で通じることもある。呼び出せ。対空砲火、味方のモビルスーツを落とすなよ。いや、彼が前回なんかアルバイトみたいなしてるのが面白すぎてさ、ちょっと顔を見ると笑けちゃうんだよな。普段がなんか優しい感じがあるからこそ余計にちょっと笑っちゃったんだけど、アルバイトしてるみたいな、ちょっと面白かった。風の音がまたいいですね。ここまでだな。何？もっと生きていればいいパイロットになれたものを。おお、まあ、よう考えたら宇宙で風吹くかって感じやけど、この施設からの風やろな。おお、出るだけのエネルギーが来ないのか。え、これはモビルスーツの飲みごときに。この人は金色のやつ。一瞬見たらめっちゃウォンさんに見えたけど、ありえないな。一瞬ウォンさんかと思った。なんで乗っとんねんって。まあ乗らんわな。作戦が失敗したなら確保で。びっくりしたわ。おお、下からマリコ。やる。逃がすか。やるね。戦列から離れすぎだ。アーガマは出航した。アーマは。お前たちは作戦を確実にやればいい。俺たちの採掘用のマシンは武器にだって転用できるのだからな。ウォンさん。やっぱウォンさんじゃん。アーガマと合流する。はい、でも動くんだ自分も。何？自分も動くんだ。すげえ。構うな。でも来い。口だけじゃねえな、ウォンさん。出資だけ。出資者大体やかましいだけなのにな。自分も動く。まあ作戦とかにも口出してるぐらいだからね。やっぱ意思があるよ、ね。うざうざ逃がすのか。このチャンスを逃がしたのだ。アレクサンドリアと合流する。ウォンさんやるな。ミサイル停車。その間にも
モビルスーツの回収をする。グラナダより発進する艦艇確認。ゴモさん、これが特殊カメラで捉えた映像です。エウーモム、どこへ向かって出撃しようというのだ。グラナダから発進した連中は、アレキサンドリアとボスニアを撃沈しなかったのか。はい、撃沈の確認していません。それは無理な注文だ、キャプテン。腹いっぱいにモビルスーツを搭載している艦艇にはできない相談だ。私は指揮の問題を言っている。グラナダの連中と一緒ではジャブロー進行はできん。やってしまえばできるものさ。あと30分、追撃がなくなったと確認したら集結ポイントへ向かう。まあやってみたらいけるっていうのは結構人生その通りですな。本当にそう、やってみたら意外といけるっすね。当たって砕けの精神やな。いよいよ計画性持ってる。攻撃すごいわね。仮面指だ。はい、落ち着いてんな。アンマン戦ではよく防戦してくれた。君の守りがなければ我々はあそこの地下に閉じ込められていた。大事。艦長として全クルーに代わって感謝の意を。うわ、ありがとうございます。もうしばらくそのまま待機していてくれ。そしたら休め。ありがとうございます。はい、はい、超大事。すごかったわ、あなたの戦い方。そんな、ナイス追い打ち。よー、ニュータイプ。その言い方冗談でもやめてください。あ、どこ行くの。まあでも褒めてんだね。ハロの調子を。待機中でしょ。いいじゃない、カミユが来るまでは持たせるよ。ありがとうございます。いいやつらやねえか。いやこれね、ほんと大事だよ。やっぱ頑張ってるところの一つの褒めってマジで大事なんだよな、本当に。だから前回のそのアムロがひどかったんだよ。アムロ全然褒めてもらえずに、褒めてもらえるかなと思ったら殴られるからね。いいですね。これ多分ね、カミーユはね、褒めて伸ばすタイプですね。もちろんちょっと軌道修正がね、強制があったんで、はい、ウォンさんのそれはそれでいいんだけど、それ以降はもう本当にとことんカミーユはね、褒めた方がいい。褒めた方が100億倍ね伸びるっすね。大体の人間がでもそうだと思うよ。褒めて伸ばすのがいいですね。動物もそうや、犬もそうや、褒めて伸ばす方がいいね。餌あげて何でもそうや。あ、消えた。やっぱり船ですね。そうか、早く索敵中。何？おお、自動で索敵してくれるんだ。モビルスーツらしき者の影も捕まえました。索敵中でもう知らせ来るのいいな。ハトロ隊で確定2段階いいっすね。ハロを飛ばすな。ハロはハロを飛ばすな。おおおおおさあマジで草。お、大気圏シャトルテンプテーションと思われ。テンプテーション救難艇。ブライトキャプテンの。おお、元ホワイトベースのキャプテン、ブライトノア中佐です。やべえじゃん。ホワイトベース、やべえよ。ホワイトベース因縁のホワイトベース、やばいね。救難艇っつのがまだ引っかかるね。いや、いかついな。出るだけでかっこいいわ。出るだけでかっこいいわ。バトロバジーナ、百式出る。バジーナでオレンジーナを思い出す。俺間違ってる。たまに飲みたくなるよな、オレンジーナ。オランジーナ、じゃオレンジじゃ、初心者。オランジーナ。発射します。ラ。メガバズーカランチャー、発射。おお。わ、すげえ。あーはー。これ結構細かい動作求められるような。うん、さらっとやるよね。はい、さらっとやるけど、これ普通に考えても難しいだろう。うわ、飛ぶんだこれ。あ、そっか、これでね。なんでシャトルがこんなところを飛んでいるの。すごいね、超クール。さあ、仲間外れのブライトさん、連合ティターンズ、そして仲間外れ、おお。無駄を打つな。気がついてくれなかったのかもしれんし、救助を求めた艦艇もティターンズのものかもしれないんだ。キャプテン、前方にモビルスーツらしきものの鉱石キャッチ。援軍か、敵か、追っては。静かになった。さすが判断能力、全部をもう見てるな。どっちだ、普通に行けばエウーゴだが、普通に行かないのか、このガンダムは。誰すけ、誰、めっちゃ誰、誰の友達。なんかヤバそうだなこいつ。何、なんか前回ハマーンやら何やら出てきたけど、モビルアーマーに見えたけど、そこら辺の友達か。すげえ雑だけど、ハマーンの兄貴。ハマーンの兄貴。おお、すげえ変形すんな、ヤバ。すごいね、なんか倫理化なってるな、変形が。うわあ、ここでもニュータイプの力また求められるね。先読み、ここに行くからのズドン。あれに乗っている男のプレッシャーか。おお、神ユ、やばいやつだな。おお、遅くな。やばいよ、やばすぎや。どっか行ってか、どっか行ってくれよ。じゃないとブライトさんやばいぞ。いやいや、やばいよ、やばいよ。消火剤おまけ、神ユ。おお、はい、急げ。我らがブライトさん死なせたらあかんで。こういう風に出るんだね。何でも今回指から出るな、粘液からね。プシャー。救援が来ました。ご安心ください。おお、立たないでください。エンジンの誘惑がなくなりました。結構なんか逃げてんな。あー、あ、だから再会か。おお、はいはい。でエマさんがいるからかわいそうに。これはこれはこれは恋のもつれ、春はやってくるのか。なんか変なナレーション始まったわ。ワトロ隊が言ってたが、モビルアーマーだって。データバンクにはないし、直視だけじゃ全然接触ができないんだ。でも無理すんなよ。すごそうやったな。ティターンズのグリプスの規模を考えれば、何が出てきてもおかしくはないぞ。そうだな、頼む。シャワー浴びたら整備手伝うから。寝とけよ。ありがとう。いい人、いい人。いや、連携取れてきたな、みんなと。まず前にいる係の者にナンバーをもらい、出身コロニーの番地から述べてください。うわー、やっば。また船を失う艦長をやってしまいました。やっ
ば。それは草。ホワイトベースのことを気になさる必要はありません。あれは地球連邦軍にとって。いやいや、沈んだことには変わりはありませんよ。クワトム大佐。私は大尉です。ブライト中佐。おお。紹介します中佐。神優美談。ガンダムマーク2のクワトム大佐イコールシャー大佐って言いたいの？やばいよこの握手。神をいただいたことがあります。よく助けてくれた。おお。おお。あ、ファイユイリ。あなたに会えるなんて。ファイユイリ。ユイリ。ファイユイリ。いやー再会ファーそこにやはり来るエマやはり来たかこれはどうしたんだパンチラせんのんかいお母さんも着替えのバスクに捕まっちゃったのよこの状況で言うことじゃないちょっと待ってパンチラのせいでお母さんもキターンズのバスクに捕まっちゃったのよなぜだカンタムマーク2を盗んだ紙引きをしているからそれでバスクならあらららら。バスクを生むならやりそうなことだひどいねそれでファーはブライトキャプテンに助けられてすご運命だそうだったのかティターンズめティターンズめっちゃ悪やなやばいなかブライトさんとシャアいやいやクワトロさんがね握手しているのって本当に歴史的瞬間だよね超びっくりしたわそして春が来るのかと思ったら嵐がやってきたということでさどうなるのかなんか彼女可愛いよねなんかいい子やし本当にいい子やんね最初出た時もなんか彼の家に行ってねあのトロフィーとか取ってあげようとしてたんであの状況でねすごいいい子だよ本当にいい子両手に花でいいんじゃない美談だし美談だしわかんねえけどこんな感じでさいいんじゃないのかなそれがニュータイプだよということで今回この辺で最後になりますグッドボタンチャンネル登録ボタンよろしくお願いしますまた次回お会いしましょう See you next time